iPhone 15, A17 Pro チップ、そして新しい M3 チップ、M3 Max など、ここ最近はずっと立て続けに Apple のイベントが来て新チップの話ばっかりだったんだけど、僕たち Android 信者は新しいスナップドラゴンとか気になりますよね。そしてスナドラのエリートシリーズとかも出てくるから、スマホと PC もこのスナドラ VS Apple のバイオニックチップが面白くなってきそうだから、今日はここで Android 勢が期待しているスナップドラゴンの最新作、スナップドラゴン8 Generation 3 の性能を見ていきましょう。このスナップドラゴン8の最新作である Generation 3 になるんだけども、すでにベンチマークとかが公式から情報が出ていて、レファレンスモデル、まあ使用品みたいな感じだね。それのテストのベンチマークが出回ってたりします。最新作であるスナップドラゴン8 Generation 3 のこのレファレンスモデルは 6GB の LPDDRX RAM、ロックは 4.8GHz、512GB のストレージ、そして 144Hz のリフレッシュレートのディスプレイが採用されているレファレンスモデルを使用したスコアが公開されています。そしてリークベンチでシングルコアはパフォーマンスが 15% 以前よりアップしており、これはコーテックスの最新の X4 に X3 から移行した結果です。15% 伸びているので順当な伸びですね。でも今回のこのスナドラ8 Generation 3 の一番の注目ポイントはマルチコアの性能の伸びです。なんとマルチでは 31% も向上しました。しかしこれは正当な性能の進化というよりは今回はコアの組み合わせが少し変わって1個小さいところからコア数を小さい方から借りていって大きい方にスライドしてきました。これにより性能向上が図られています。今回の CPU のコア構成は OT4 から1、5、2の CPU コア数の構成で8コア CPU の構成になっています。小さい方のコアを1個 OT4 にスライドしているので、コア自体の進化がなければそのままだと発熱しちゃうっていう感じなんで、ここからね、コア一つ一つの今回の進化ポイントを見ていきましょう。一番デカ強の X4 コアが、ワット数が 5.7 に増えています。前回より結構増えてるんですが、このワット数の伸びに対してどうですか？正直ちょっとスコアの伸び率微妙な感じしませんか？これはなんか、Android ユーザー望んでないっていう気もしますよね。これはバッテリーの消耗と発熱を伴うことになるでしょう。今回の iPhone の最新の A17 Pro チップが非難された原因もまあこういった形だし、しかもこのコアはその A17 Pro チップにシングルコア性能で負けてしまっていますからね。それでも今回のスナドラ8 Generation 3は実は結構いいかもしれないんです。それを支えてくれる5コア搭載されている1階層下の Cortex A720 コアです。もちろんビッグコアの発熱が増える可能性は大いにありますが、前回に比べ性能が約 12% 向上しています。しかもこれ 0.1W しか増えてないんですね。0.1W しか増えてないのに、これだけ性能向上されているということなので、ワット数は変わらず性能はかなり上がっているので、今回のこのコアの IPC 向上により結構良くなるんじゃないかって期待できそうですよね。今回はこれが、1個スライドされて5コア採用されてってことなんで、結構このコアが自信作な感じはしますよね。さらにこの1階層下には A520 がありますが、これはまあ性能ほとんど正直変わらんっていう感じです。で、今回のチップ、スナドラ8 Generation 3が1個前の Generation 2、これも結構スナドラ勢からね、特に GPU の性能の伸びとかね、鑑定されてたんだけども、今回のやつと前回のやつ比べてどのぐらい違うのか見てみると、これ結構上がってんじゃないのっていう感じなんですよ。パフォーマンスパワーワットのカーブ見ても結構良くないですか？トンと1段階上がってるんで、まあ順当な伸びっていう感じなのかな。間のパワーカーブはちょっとまだわからないんですけども、勝手に頭の中でこの放物線を描いてみると、まあまあ順当に上がってるような感じはしますよね。そしてさらに今回のこのスナドラ8 Generation 3、ちょっと長いんで Generation 3だけでいいかな。Generation 3はマルチコアでもパワー効率がなんと iPhone を上回るという偉業を達成しました。おめでとう。これグラフで出してんのが、これ赤い方がね、今回の Gen3 で、対するライバルの方のさ、A17 Pro がこの青なんだけども、要するにね、この赤の 12W ちょっと超えた、これ 12.5W ぐらいでいいのかな。このあたりですでに iPhone の A17 Pro チップ、これを、これ Geekbench のマルチだから上回ることができるんだ。まあ Geekbench なんで、このスコアって、結局のところ、発熱とか結構不利なやつでも Geekbench ってさ、1、2分で終わっちゃうから、この Android 発熱してもね、結構優位なところもあるから、もうちょっとこれ Geekbench 以外でね、見てみたいというところもあるけど、それでも、まあ表面上の数値で、まあある程度勝てる可能性は出てきたんじゃないかっていうところだよね。
しかもワット数見てもらうと iPhone よりもかなりワット数少ない状態ですからね。 iPhone の A17 Pro チップは 15W の段階でここですからね。どっちかっていうとね、 iPhone の方がブレーキングシステムね強いっていうイメージ今までありましたからね。まあそれもあるけども、ただ同等ぐらいが、まあそれ以上の瞬発的なポテンシャルがあるように見えますよね。もちろんスナドラといえば最近 GPU の伸びがすごいじゃないですか。だからゲームとかやりたいとかね、ゲーミングスマホとかありますから、このあたりの GPU 性能もね、今回めっちゃ気になるとこやねんけど、前回めっちゃ上がったらしいこの GPU が今回も安心してください。また順当に上がってますよ。Qualcomm は最新のこの Gen 3 チップが、前回よりもなんと 25% もまた向上したと主張しています。テストによっては、3D マークワイルドライフのスコアは、約 40% 向上しました。このワイルドライフのテストは、前の Gen 2もかなり得意としてましたよね。今回の Gen 3は包括的なパフォーマンス向上に比べてバルカン API への改善も行っているので、 GPU コアの改良だけではなく全てのゲームエクスペリエンスがかなりまた一段階向上したということで、おいどこまで強くなるんだスナドラということで、まあ、Android 勢歓喜だね。つまり iPhone も性能向上はしてるけども、今は Android もかなりゲーム性能良くなってきてるんだよっていうことです。次は Gen 3だから、今 Gen 1、Gen 2があって、3世代振り返ってみると、なんと3世代の間で GPU 性能 80% も向上しています。さらに消費電力の効率も良くなってる部分があるから、まあサムスン製造でなければいいものがめちゃ作れるっていうのが今のスナドラですよね。特に表面的な CPU、GPU だけじゃなくて、スナドラは機械学習とか AI とかもどんどん伸びてきていますから、過去のスマホに比べて間違いなくめちゃくちゃハイエンドは高性能になりすぎています。それでも iPhone に勝てない部分はもちろんあり、A17 Pro チップに比べてシングルコアがやはりどうしても届きません。小さい方のコアを1個ね、大きいコアにスライドしたっていうことで、これが同じ TSMC4 ナノメートルプロセスでやってるんで、まあ不安が残るところもあるんですけども、やっぱりここをね、支えてくれてるのは、2番目に大きいコアの A720 ですね。こいつの IPC 向上によりこれが実現していると見えるでしょう。特にグラフィックスは Gen 2からね、圧倒的なスコア向上してるみたいですね。その他 3D マークのもうちょっと厳しい方のエクストリームの方でも、Apple の A17 Pro 32% 上回ってるなんて情報も出てますからね。グラフィックスは大変伸びているでしょう。しかしちょっと厳しめに言うと、前回の Android と同様に、この 30% とか 25% 上がったっていうところは、これは長時間維持できるパフォーマンスではありません。グラフを見てみるとわかりやすいですが、しばらくするとこの高いフレームに制限がかかってしまうので、フレームレートが下がります。ストレステストでは8周目に速度が落ちます。発熱するしね。これは Gen 2の時も同じですが、フレームが下がる割合は今回の Gen 3はもっと大きくなってます。8周目以降は実は A17 Pro と同じぐらいまでしか上がらず、まあ、挙動を見れば温度が下がってから再びクロックを荒れてるって感じなので、トータルで見ると A17 より上は行きそうですが、平均で見ると何パーセント向上しましたというほどの性能には達しているとは言い難いでしょうね。もちろんストレステストと違って、まあいろんなゲームでも常にねプレフルパワーでは走らないから、もう少しマシになるとは思うんだけど、しかし同じプロセスでこれを実現していて、コアの効率が良くなってもここまでパフォーマンス上がってるんで、なんか発熱は Gen 2よりも大きくなってるような気もしますよね。それでも今回 GPU コアがまた一個進化してるので、まあ性能は伸びているとは思います。これ以上はやっぱりプロセスをね、なんとか進化しないと難しくなるんじゃないかなと思います。まあピークパフォーマンスといえども、この2世代で 80% ぐらい上がってるわけだよね。これってなんか GeForce とかと比べてどれぐらい近づいてるんですかね。っていうのを見てみると、なんかかなり強いんですよね。もちろんモバイル用ですが、GTX1050Ti。に結構近づいてるんじゃないかっていうところですよね。これやばくないですか？もちろん単純にグラボは VRAM が乗ってたりとか、まあ利点がものすごくある部分はあるんですけども、単純なまあ GPU の計算速度がオンチップでありながら、ここまで追いついてきてるっていうことですね。やばくないですか？ CPU の性能と GPU のね、ストレステストとかもまあ見た感じ、イメージとしてはちゃんと冷却してあげればめちゃくちゃ高性能になるなっていう感じですよね。スマホ用のチップだからね、スナドラは。これがスマホに入るので、排熱はどうなるのかなっていうところもありますが、まあこれはね、スマホにそこまで求めるなって言われちゃいますよね。もうほぼヒートシンクなしであんな薄いやつに入ってますから。さて、そんな今回のスナップドラゴン8ジェネレーション3でしたが、まとめると確実に性能向上しているように見えます。特にグラ性能がそのまま上がっただけじゃなくて、レイトレのサポートであったりとか、これからまあ iPhone がやってるのと同じくゲーム機としてさらに進化したなっていうイメージがありますよね。ジェネレーション2はもちろんのこと、ピクセルに採用されているテンサーチップなども圧倒的な違いを見せて勝利します。
そしてライバルである A17 バイオニックチップに対しても、ピークパフォーマンスの時には勝利することができる、そんな新しいチップになってます。今、レファレンスモデルでの結果でしたが、まあ、これから普及してね、各サードパーティーのスマホに入った時に、性能の時勢になる発熱がこのあたりね、どうなるのかっていうのが、まだちょっと不安が残るような感じはしました。かなりね、クロックが高くなって、まあ、GPU も新世代になって、でそして同じプロセスで製造されてますからね。特に2番目に大きい A720 は数字上はかなり向上してるみたいなんで、これが支えてくれる全体的なパフォーマンス向上ですね。ここに期待したいです。めちゃくちゃ性能上がってるこのスナップドラゴン8ジェネレーション3ですが、間違いなくみんなにおすすめできない製品だと思います。だって買う必要ないよね。スマホじゃなくてゲーム機だと思います。ゲームをしたいっていう人以外、もうさすがにもうこのクラスになってくるともう買っちゃダメっていうね。これからのスナドラのハイエンドはゲームをしない人は絶対に買わないようにしましょう。もったいなすぎる。さてスナップドラゴンの方も、バイオニックチップの方も両方とも最新世代が揃ったっていうことなんだけど、両方ともね特徴的なのはやっぱりゲームの市場にね参戦したいのかどうかだけど、グラ性能めちゃくちゃ上げてくるってとこですよね。まあグラ性能上げるためにはもちろん GPU を強くしていくんですけども、ちょっと両方ともなんか無理してるような感じがします。まあスナドラの方もね、確かにパフォーマンスピークめっちゃ高いけども、もうちょっと落ち着いてもいいのかなっていう感じはするよね。ただグラボにね近い性能を発揮できるっていうのはめちゃくちゃすごいなと思いました。ただスマホのチップはね、まあ特に iPhone の方は、Mac 用のチップのまあ基礎になるチップを作ってるっていうところもあったりとか、あとスナドラの方もね、次が来年からエリートシリーズかな、モバイルだけじゃなくてノート PC 用のねチップも開発するので、まあ、そのためにどんどんこのスマホチップをね基本伸ばしていかないといけないというところだけども、今回のジェネレーション3を見て分かったのは、そろそろもうスマホ用としてはそんな進化しなくてもいいよねっていう感じはしますよね。ちょっと無理をしてスコアを上げるようなところっていうのはあるんだけども、これはもう間違いなく結構アンツツベンチマークっていうのを使ったりするんですけども、アンツツベンチマークそろそろなんかやめた方がいいんじゃないかなと思います。アンツツベンチマークが一つ一つの測定指標がまあ正確だったとしても、あれって最終的になんかトータルスコアって出るじゃん。であれ毎回わかんないんだけど、そのトータルスコアで測るのってめっちゃリスクあると思うんですよね。それぞれの割合をどういう風に割り振るかによってトータルスコアって変わるじゃないですか。例えばCPU が GPU よりも割合高く設定されてるんだったら、 CPU 強いやつの方がトータルは強くなるし、逆だったら逆になるよねっていうことで、でその用途とか分からん状態で、その全然違うなんていうかセグメントのものを全部一定の割合でトータルとしてスコア出してるから、まあスコアとしてはなんか戦闘力みたいで面白いんやけど、あれがあることでアンツツで比較されるから、メーカーは伸ばしてこないといけないじゃないですか。だからもうちょっとアンツツベンチマークはおとなしくした方がいいと思う。アンツツベンチマークがあるので、そのスコアを上げる行為をしないといけないから、まあ、非常になんかスマホに無理をさせているような構成になってしまうんじゃないかなと思ってます。 Google のカメラとかもね、別に AI 機能使うじゃないですか。なんで別にスコア低くても快適なものを作るっていう方向性の方がいいものを作れるんだけども、それでもやっぱ CPU ね伸ばしていかないといけないっていう。単純に今回のジェネレーション3もすごいなって思ったんだけど、もうちょっとクロックされてもいいんじゃないかなっていうのは正直思ったんだけども、多分ライバルに比べて何パーセント向上したっていうのが、今回のリークベンチとか特に 3D マークとかね、かなり、マシになると思うんですけど、アンツツベンチマークはさすがにこれはまあ OS を超えれないっていうこともあり、そして一番不可解なのがそのトータルスコアで争うっていうところがあるので、なんかこのアンツツを用いてなんか比較をするような人たち、まとめを作る人たちが多すぎるので、それがなんかスマホの進化に足を引っ張ってるのかなっていう感じはしてます。パソコンとかでなんかクリエイティブ作業しててなんかもたつきがあったりとかして、なんか使いにくいとかね、そういう不満があるユーザーが多いからそこはいいと思うんですけど、スマホに関してはなんかあんまりその処理性能っていうのをね、ピークパフォーマンス特に意識してもなんかあんまりそこを求めてる人も少ないと思うんだけども、数値上で出すとなんか勝ってる劣ってるが出てしまうから、そこでなんか不毛な争いが起きてしまってって感じだね。だからテンサーチップとかね、今ピクセル入ってるんですけど、ぶっちゃけ低いじゃないですか。そこはめちゃくちゃ低いんで、なんかピクセルは良くないっていう風に言われるんですけど、まあ確かにチップの分だけで残念なところはあるけども、割合そこまで全体的な製品としてどうなのかなっていう、まあ、あれはダメか、あれ3万円高いもんな3万円値上げはちょっとみんなそれは不満出ますよねさすがにそうだね。もうちょっと割合安かったら
まあ、ピクセル行こうかってなるもんね。ということで、今回は、スナップドラゴン8 Generation 3ですね。この、性能比較をね、してみました。まあ、前回からめちゃ上がってて、まあ、いい感じでしたよね。ということで、まあ、絶対にゲームしない場合はいらないよねっていうような、そこまでね、恐ろしいぐらい GPU 性能が本当上がってきた、そんなスナドラっていうイメージでした。グラボに近づいてますからね。この調子でね、バイオニックチップだけじゃなくて、このチップのグラボで、ぜひとも NVIDIA とかで、ね、倒しちゃってほしいなと思います。